はいどうもこんにちは、しのぐです。今回使用する缶はアメリカティアロックプレミアム巡洋艦のインディアナポリスですね。まあ、この缶は以前も紹介している缶ですけど、皆さんね、最近、やはりこの戦場をね、思うことあると思いますね。この戦場、最近は本当にね、イギリス巡洋艦の登場で煙ですね。これは別の煙ですけど、戦場がね、本当煙だらけになって、なかなかね、戦いづらいという人多いと思いますんで、そういった時にですね、使えるのが、この警戒レーダーですよね。この警戒レーダーをですね、使用していけば、なんとですね、9.9キロ以内、インディアナポリスがね、実はこの現状レジェンズの艦艇の中で最もね、レーダーの探知距離が長いんですね。この 9.9 キロの範囲の敵を、探知できる、何秒間だったっけな、25秒間探知できるということで、めちゃくちゃね、強いですね。煙の中に、煙幕中にこもった敵艦を、このレーダーでね、炙り出してあげるというのが、重要なね、この任務になるかなと思います。で、この時点で発見されてないので、おそらくこの島の、裏側に敵が進行してるのかなと思うので、会いましたね。はい、早速ですが、もう最初からね、今回はもうイギリス巡洋艦がいっぱいいたので、鉄鋼弾をね、装填してますね。まずはリアンダー狙っていきましょう。A 幕を展開しているので、減速中なのが、大体わかりますね。はい、ただね、言うほど、ってかね、なかなか貫通してくれないんで、早速レーダー使っていきましょう。はい、見えましたね。これで見えたんで、撃てますね。で、なんか右にもいるので、警戒が必要。リアンダーですね。はい、で、レーダーで、炙り出しているので、味方艦と一緒にね、どんどん撃沈できますね。ただね、インディアナポリスのレーダー短いので、だいたい2戦車しかできないですね。2回ぐらいしか撃てないですんで、ですんでておかしいな、ですので、しっかりとね、撃てるタイミングで、ちょっと今の早かったですね、ボタンを押すのが。装填を完了して、もう狙いを定めている状況から撃つといいですね。で、見えなくなってしまったので、だいたい見えたところに、はい、当たりましたね。イギリス巡洋艦ね、煙幕内から射撃している場合は、その砲弾がね、出てきている地点を狙えば当てられる時あるので、今みたいに諦めずに撃つっていうのも大事です。ただね、闇雲に撃っているだけだと、自分がスポットされて、むしろ相手からね、正確な射撃が来るので、むやみにやたらに撃つのはやめた方がいいですね。さあ、そしてもう一隻、リアンダーと駆逐艦がこちらサイドいるので、それも探しに行きましょう。はい、リアンダーいましたね。で、しかし8発管がつ、なんだこれ、どこをね、ちょっと貫通全振りしてるんですけど、果たしてこれがいいのか悪いのかよくわかんないですね。大体管の中央部を狙えば、防火貫通できるんです。ああ、できましたね。ちょっと先っちょを狙いすぎましたかね。なかなかね、アメリカ巡洋艦貫通上げすぎると、過貫通が多くなるっていうことがあるので、どれだけね、貫通スキルって上げていいのか、まだ個人的にはまだ分かりませんね。自分ではまだ分かりません。とりあえずね、今は全振りしますね。さあ、敵の駆逐艦最終位置的にこちらに向かってきてるかなと思ったんですけど、これもしかしたら島の裏側から反対方向に行ったかもしれませんね。一応怖いんで、ソナーを使っておきましょう。ちなみに一応ね、今回は、いましたね。3回に、消耗品のね、使用回数満載で増やしています。レーダーのね、使用が、多くなるかなと思って、一応増やしてるんですけど、ここで敵の駆逐艦仕留めると、でも、そうですね。まだ使用機会はありそうですね。早速ですが、B 地点の味方が結構もうピンチなので、ここで戦ってる間にね、早速、B に戻っていきましょう。このマップ、罠はですね、結構その主力と別動隊、大体この自分のチームの方ですと、上の方が大体3隻、で、下の方が6隻になりやすいですね、出現位置的にも。なので、B に、リスポーンし、ってか B に、出現した人はですね、C 方面のね、援護をね、行った方がいい場合も結構ありますね。こちら A 地点は基本的に3対3になりやすいので、早めにね、敵の状況を察知して、人数の足りてない方に、援護してあげる方がいいですね。大体こちらはもう、大体5人で、今、
あの3隻相手してたんで、まあ、ここまでの、ね、人数はいらないですね。さあで遠距離にベンソまだ駆逐2隻生きてるんでね、撃ちますが惜しい。まあ、イギリス巡洋艦仕留めたいので一応鉄鋼弾装填してますけど、まだ見えませんね。まあ、レーダーの使用機会はまだありそうですね。でここでソナーが使用できなくなっちゃったのちょっと痛いな。さあアルジェリー見えましたね。従順ですね。アメリカ従順洋艦はですね、基本的には接近戦はしない方がいいですね。魚雷も持ってないですし、まあ、結構榴弾にも弱いので、うん、あの接近戦はあまりしない方がいいですね。だいたい10キロ前後あたりからの交戦が一番いいですね。まあ、ただここはもう敵の駆逐艦を仕留めていかないと、拠点過半取られているのでここはね突っ込みますけど、まあ、基本的にはねあの中遠距離での戦いがいいですね。さあアルジェリーをここは撃って、いやー進められないな。まあ、ちなみにインディアナポリスはですね、同格のニューオーリンズと比べると装填時間が遅いので、うん、まあ、正直レーダーがかなりいいものになってますけど、まあ、レーダー以外の戦闘力に関しては完全にニューオーリンズの方がね高いですね。そしてここでもうすごいなこれ、てかちょっとレーダー使うの早かったわ今のミスった。これね今分かってもらえると思いますけど、今ソナー使う感覚でちょっとレーダーね使っちゃったんですけど、ああやって当たんないというね。装填が完了してからレーダー使わないと撃てる機会がやってしまうの でとりあえず駆逐艦が周りにめちゃくちゃ多いので、いやーでもこれ手前から撃った方が良かったかな。これとりあえず魚雷が来てるん で今ソナーがないのでやばいね。これベンソン2隻に、あー魚雷来た。でこれ大丈夫か。さあでも正面のベンソンまだ魚雷撃ってないのかな。持ってた危ない。いやマジか、かわした したけど、どうこれやばいぞ、近すぎる。装填がここで遅いのがちょっと微妙に、あーっと残った。うん、なんだこれ、撃沈できて、あーでもまずい。リアンダーか、リアンダー鉄鋼弾一応装填してるけど、いやーこれ削り切られるか。で傘、おお目の前に見えそう、不幸がやってくれた。あーダメだった。やーっとちょっと最後惜しかった。っていうかちょっと突っ込みすぎたか。でもさすがに、うん、まああんな感じでね、ほんと接近戦にはね弱いっていうか装填遅いのでね、接近戦は、まあ、やっぱ従順ですからあんまり強くないですね。これはもうあとは味方に任せるしかないですね。最後リアンダーね打ててればワンチャンあったんですけど、ここね逆にニューオーリンズだったらいけましたね。さあでここははい、イギリスの一本魚雷で行ってますね。ここまで来たらね、ほんと、ああ、一本魚雷強いですね。ああ、でも、微妙に残ってるけど、これは撃沈。はい、ナイスですね。そしてこっちは、ああ、でもこれはかなりピンチかな。朝潮はこれもう魚雷ないと完全に、あ、持ってんのか。魚雷装填完了しましたね。これは当たれば一発逆、あかわされる。あーこれはちょっと積んだくさいですね。これも魚雷、あーあるんか、魚雷ね装填ブースターとかあった。あーっとでもこれ魚雷で、あ外れたか。いや広めに打たない方が良かったかもしれないですね。まずいなこれ、2対1だこれ。あーでも一石もう体力残ってるんで大丈夫そうですね。1対1だけど、これは残り3分でこれ仕留められないと俺たちが逆に負け、危ない。あーでも大丈夫か、頼んだ、いたが、あれ、あー微妙に残った。いやこれ魚雷で一発逆転とか怖いなこれ。大丈夫か、でも右弦はもう打ってるから左弦だけか。あー危ない危ない危ない、持ってたんか。あれリアンダー、リアンダーだよね。なかなか、いやいい動きしてますね相手のリアンダー。これは味方の巡洋艦もうまくね魚雷かわしましたね。今の結構危なかった、いい魚雷打ってたな。2車線あのタイミングで打てるのか。
はい、といった感じで、ね、まあ、自分はもうとっくに沈んでたんですけど、最後は味方が決めてくれましたね。あれ、俺接近戦にエキスパート2回取ってたんですかね。あれてか相手のリアンダも6キルか、あぶねーこれいやー、相手のリアンダもなんかすごい活躍しますね。これ相手がね、ほんとティア7とかだ、あ、6とかだったら、同ティアとかだったら危なかったですね。フィジーとかだったらもっと大暴れしてたかもしれない。はい、まあといった感じでね、まあ、このインディアナポリスはね、この煙幕黙々のね戦場でも、まあ一応活躍できる装備を持っているので、まあぜひね、インディアナポリス持ってる人は、このね、レーダー使って 9.9 キロですからね、なかなか広いですから、まあ、さっきみたいにね、ちょっと接近戦は、あそこまでね、駆逐艦に近づくのはちょっとリスキーすぎるので、まあ基本的にはやめておきましょう。はい。自分もね、あまりやりすぎないようにしておきます。というわけでね、今回はインディアナポリスでした。ご視聴ありがとうございました。